吉谷さん、結局どうしたいんですかね。365日24時間1秒も漏らすことがなく、私もどうやって稼ごうかなって考えてますよ。だって隠居とかいうのもブランディングですからね。やっぱりこのね、世の中隠居してる人間って珍しいじゃないですか。それはタワーマンションに住んでるのはね、もう目立たないんですよ。で、隠居っていうね、まあ吉谷さんもね、だから隠居ブランディングって言ってないだけで隠居みたいなもんじゃないですか。こんななんかね、田舎町に引っ込んで都会の喧騒から離れて誰もいない部屋の中で YouTube やってるんでしょ。私と一緒ですよで、私は隠居っていうものをまあ一つね、ブランディングとして使って、でも私はね、全くセールスしてないように見えるでしょ。でもセールスしてるんですよ。この動画だってセールスが入ってますからね。ずーっと私の動画セールス入ってるんですよ。お、じゃあちょっと連絡してみようかなって思わせるような、そういう風なプロモーションなんですよ、これは。ただ私はもうすでに普通の会話をしていてもそれビジネスにつながるようになってるんですよね。もうだから久保哲郎イコールビジネスなんですよ。私が生きてる以上、多分死ぬまで、誰かにね、何かを売る行動をしてるんですよね。逆の言い方したら、誰かのためになろうとしてるんですよ。誰かのお役に立ちたいと思ってるんですよ。無料の時もあれば有料の時もあるってだけなんですよね。無料の時にお役に立つのはどういうことかっていうと、フックをかけてる状態です。いやらしい言葉なんですけども、このフックっていうのは見込み客にしたぞっていうことなんですよ。でその次にですね、セールスが待ってます。私の場合はこれを買いましょう、こんなにあなたのためになりますよっていう分かりやすいね、ジャパネット高田みたいなセールスはしません。久保さんに相談してみようかな、でもお金かかるのかな、いくらかなというふうに思っていただくように作り上げてるんですよね。まあ吉谷さんもだからね、同じような感じなんですよ。この億万長者合宿の動画のやり取りの中で、商品を売ったり紹介してる場面っていうのはないように見えますけども、むちゃくちゃ紹介してますからね。むちゃくちゃ表現してますからね。この前回の動画でも、前々回かな、あったと思いますけども、やっぱりね、即価塾ってものがあるよってこととか、即価塾の中にはまあ対談じゃない、合宿ですか、合宿があるよとか言ってるわけじゃないですか。これいつの間にか、あ、合宿ってあるんだ、1泊2日50万なんだっていうのが刷り込まれてるわけなんですよね。で私はセールスをしませんけども、でもセールスをしてないっていうセールスをしてるんですよね。でこれはでもね、ここを真似しちゃダメなんですよ。これはね、上級者になって今までコンテンツが山ほどあって、今まで多くの方との関係ができているからできることなんですよ。でビジネスの初心者の方ほどこういうのやっちゃダメです。ビジネスの初心者の人ほど目の前の人にこれは15万ですっていうふうなことを言わないといけないんですよ。これ日々言わないといけないんですよ。でね、例えば自己アフィリエイトとかポイントサイトで稼ぐ方法ってのはありますよね。あれっていうのは稼いでるっていうかね、ビジネスじゃないですからね。あれはお金を恵んでいただいてるんですよ。こういう手順を踏めばあなたにお金あげますよっていう仕組みに従ってるだけなんですよ。ですからあれはね、会社員で給料もらってるのとそんなに変わんないです。であと会社員で給料もらってることをこちらに軽んじるわけではないんですけどもね。あれってのはどうなんですかね。なんか頑張ろうが頑張る前が、まあ大抵の方は頑張ってると思いますけども、まあ、頑張ったらねお金くれるじゃないですか、社員とかアルバイトって。まあ頑張んなくてももらえますけども、ただね、これからの時代ってのは頑張りが評価されない時代ですからね。お金に関しては頑張ったからお金あげましょうみたいな世界はもうないんですよ。どっかの工場勤務してて、お頑張ったな、ボーナスだみたいなのね、ちょっと、前の時代のことなんですよ。今は頑張るとか頑張らないじゃなくて、結局どんな知恵とか工夫を使って誰かに価値を、富を与えたかってことなんですよね。精神的な富とかね、それから健康的な富とか金銭的な富とか人間関係の富とか、こういうものを与えた人にありがとうね、これ少ないけどっていうふうにお金を支払いたくてしょうがないような状態にするってことなんですよ。で前回ビジネスマンの定義ってのを申し上げましたよね。お金をいただくために知恵を使い倒す人のことがビジネスマンですよね。だからね、それ以外はカモしかいないんですよ。カモっていうのは、まあ、頑張ったらお金もらえるんだろうとかね、頑張ったらネギもらえるんだろうと思ってるんですよ。ネギってのはわずかなこのね、ネギをバカにするわけじゃないんですけども、ほんとちょびっとのものってことですよね。で頑張ってちょびっとのもらって、そのちょびっとのものごとを全部ビジネスマンに持ってかれちゃうんですよね。だからビジネスマンにならないとダメなんですよ。もう一回言いますけど、ビジネスマンっていうのは24時間365日もう人という人に商品を売る人のことですよ。100人であったら100人にセールスかける人です。で初心者の人ほど100人いたら100人にセールスかけないとダメですよ。上級者は100人中1人でもちゃんと100万稼げますから。だからここをね、勘違いしちゃってるんですよ。100人の人がいて1人に売れればいいかな、2人3人に売れればいいかな、これは上級者の発想ですよ。だって初心者の人は100人いたら100あたりしていかないと、ただでさえね効果的なメッセージを送れないわけですから、それは1000人いたら1000人にセールスかけないと、たまにね勘違いで売れることありますよ、それは。だからそういうふうにね進めていかないといけないのかなと思いますよね。お金が欲しいと思うんだったらお金くださいって言わないと誰もくれないですよ。ね、お金欲しいです。お金くださいって今日誰かに言いましたかってことなんですよね。この動画を見てる方、ね、億万長者になりたいとか思わなくてもいいんですけど、お金欲しいなと思ったら誰かにお金くださいって言わないとダメですよ。ね、黙っててお金がもらえる会社員とかアルバイト。だから作業を頑張る。これもまあ悪くはないんですけども、それではね、金銭的に豊かになりません。自分の得るべき対価をピンハネされて終わりですから。まあもっともっとね、冷徹に現実を見ていかないといけないです。その上で、感情豊かにね生きていくということはありますけども、まあなんかねその感情が先に立って、現実をあまりにもね直視してなさすぎるんではないかなと思います。きちんとした行動をすればきちんとした結果が出ます。で、お金くださいって言ったらちゃんと誰かくれますんで、言ってみることじゃないですかね。じゃあただであげないよって言ったらじゃあ何したらお金もらえますって聞いてもいいと思いますよ。だから必ずそのお金につながっていくと思います。でそのために知恵を使うのがビジネスマンですし、その知恵をどういうふうにね構築していくかってものに対して、まあ、いろんなね人生経験とかが生きてくるのかなと思いますよね。まあもうね私も4750が近いです、50ぐらいになったら自由自在にお金稼いでいかないときついですよ、やっぱりね、50で金欠とかちょっとほんときついですよね。もちろんお金がなくても困らない暮らしをしてれば別なんですよ。そういう方までどうこう言うつもりはありませんけども、お金が稼ぎたいとか言って少なくとも思っていてこの動画を見てるんだったらちょっとあまりにもそれはないだろうと思いますよね。で吉田さんもすごいんですよね。結局吉田さんもこのスタイルで生き残ってるわけですからね。で多くの方にやっぱり支持もされてますしね、チャンネル登録もすごい増えてますよ。3640人でしょ。で YouTube を人がやってるのを見て YouTube 頑張るぞとか言って1000人にもならないわけですよね。ですんでYouTube をやっててね吉田さんとかの動画を見て再生数少ないな、チャンネル登録が大したことないなと思う人はもっと大したことないってことなんですよ。この凄さがわからないというね。チャンネル登録者数がね10万人とか100万人とかを基準に考えてるとちょっと分かんなくなりますけども、少ない登録者とか少ない再生数で何百万と毎月売っていくことがねどれだけプロフェッショナルなのかってことですよ。まあ逆に言えばできるってことなんですよね。それがねやっていきましょう。では失礼します。